我々が昨日目撃したバイデンの演説は何十年もの間我々の国を地に落とし仕事と力を放棄し我々の主権を犠牲にし我々の歴史を破壊してきた左翼政治家と左翼メディアの断末まで。 彼らは価値観を破壊し、アメリカをアメリカだとほとんど認識できない国に変えようとしている。ワシントンのこれらの急進的な左派は、アメリカの民主主義を何も気にかけていない。彼らが気にするのは、あなたを支配することと自分の富だけだ。しかし、彼らは失敗している。もう誰も彼らを信じていない。 彼らが投票で去る日は近い。ジョー・バイデンの声は今や絶望の声だ。バイデンを操っているドラが昨日の原稿をバイデンに読ませた。そいつらはバイデンが大統領として前例のない失敗をし、ペロシやシューマーといった議会の左翼過激主義者たちが失敗しているのを分かっているからだ。 彼らがパニックになってるのはロシア疑惑のようなデマや1月6日の議事堂暴動に関する馬鹿げた捏造をずっと続けられないことを悟り出したからだ真実が明らかになってきているしかし彼らにとって最悪なのはアメリカ国民が彼らが偽メディアを用いていること知ってしまっていることだ人々は偽物を直視している 彼らは共産主義国での不安定な独裁者のように現在可能な限り最も分裂的なことをしている。アメリカ国民はまた1月6日が何世代にもわたってアメリカ市民の市民的自由に対する最も冷酷な攻撃に対する民主党の言い訳と口実になっていることを理解している。 これは言論の自由に対する法外な攻撃、広範な検閲、国内監視の強化、政治犯の虐待、カビットロックダウンの反対ものを国家安全保障上の脅威としてラベル付けすること、さらには FBI に標的にするよう命じることを正当化するために利用されている。民主党がこれら全てを行っている理由は、彼らが公正で正直な選挙に勝つと信じているからではない。 それは彼らが圧倒的に敗北することを彼らが知っているからだ。私はアメリカの民主主義を弱体化させようとしているのではなく、アメリカの民主主義を救おうとしているのだということを忘れないでほしい。今、私はアメリカ人の強さと常識にこれまで以上に自信を持っている。アメリカ国民がもはや犠牲者やメディアに操られないようになるのを見つつある。 この壊れたデマ製造メディアの物語に我慢する必要がなくなることをバイデンと彼の過激な取り巻きは気づいている。その日は早く来る。何ヶ月も何年も先にアメリカ人は声を上げ、行動を起こし、そして膨大な数の投票をするだろう。そして我々は国を取り戻す。当初からアメリカ人が望んでいたのは素晴らしい仕事、安全な地域、強い。